家が消滅しても金は残る。永遠にあるんだよ。ここの真下に240億の金塊が眠ってんだぞ。札束より欲しいものお前にはあるか。侵入するのは地下2階の駐車場からでいいだろう。開かない扉はない。共同工部潰すんや。電気、電話、水道全部一緒くたになってるとこよ。中古車のキーなら削れっから。知り合いに爆弾魔いるか。正体不明だな。行くぞ。去年までエレベーターの作業員やっとってな。やっぱその辺はじいちゃんに聞くしかないで。人生残る時間も限られてっからな。だからって捨てるところもないのが人生だろ。ダイナマイトか。万が一の場合は。万が一ってなんだよ。俺が死ぬとか。やり抜けよ。垂れ込み屋がいる。桃のことを外にバラしてるやつが。なんで泥棒が揺すられなあかんねん。もう始まってんだよ。途中下車はなしだ。8時きっかりに第2エレベーターを下ろせ。あんた警察の家でか。240億円の金塊をめぐり、男たちの究極の賭けが今始まる。黄金を抱いて飛べ。黄金を抱いたらどっから飛ぶんだ。